観音寺は、宮城県気仙沼市にある天台宗の寺院。山号は、海岸山。本尊は、聖観音で、東北36不動尊、第25番札所である。自伝によると、和同年間に、藤原馬海が、蝦夷征討の際に首を祀ったのが、始まりとされる。その後、行基が巡爵で当地を訪れた際、本尊となる観音像を、彫刻850年に、慈覚大師円仁が道雨を整備して、観音寺と寺号を改めた。比叡山延暦寺の末寺として全国に7寺しかない、不滅の法燈を受け継いでいる。なお、東北では、当時、立石寺、中尊寺の3つのみ。境内の観音堂は1723年、仙台藩主5代、伊達義村が、当地方巡視の際、元吉一軍の寄付を許し建築させたと言われる。堂内にある厨子は縦150センチメートル、横226センチメートル、高さ228センチメートルの欅製で、平面凸あざ型をなし、全仏の部が突出し、その奥に密仏、その左右に脇仏とおのおの観音像を収める。全仏の部は入りもや作り、吹きで、軒頭破風をつけている。掛け魚、獅子、龍神および波形おだれ目などがある。黒漆を主張に、朱色金色など取り混ぜられている。京都の仏師の作と言われている。1969年8月29日、県から文化財に指定された。厨子のほか、以下が宮城県気仙沼市から文化財に指定されている。BRT 気仙沼線不動の沢駅より徒歩8分。ありがとうございます。